こんにちは、ゆるつわです。今回はですね、熊本空港から新たに就航する航空会社の、ご案内をしたいと思います。10月16日ですね、熊本空港から、3路線目となります香港、こちらへの就航が、開始されます。香港エクスプレスというですね、いわゆる格安航空会社 LCC ですね、こちらが、フライトを開始いたしますので、大変楽しみですね。で、時間帯なんですけれども、まずですね、熊本空港発は夕方です。夕方の17時10分発で、香港に、直行便ですので、20時20分に着くという。で、行き、遅いんじゃないかという話もあるんですけども、考え方によってはこれ例えば木曜出発で日曜帰りというパターンができますので、木曜日の夕方ですね、午前中だけ仕事して夕方に出発するということもできるという考え方もできます。はい。で、帰りはですね、日曜、例えば、日曜日に帰ってくることもできるんですが、木日の就航になるんで、香港発が14時15分です。で、熊本に18時30分に着きますので、帰りのですね、この時間は非常にいいんじゃないかと思います。で、料金はですね、現状の、最安値3万760円という形になって、非常に手頃で、香港美味しいものいっぱいありますからですね、熊本から行けるというのは、向こうから来る方ももちろん多いと思うんですけど、ぜひ我々も利用してですね、香港旅行を楽しめればという形で考えております。でさらにですね、今回ちょっとお伝えしないといけないのが、香港エクスプレスの中でですね、LCC の中で通常はですね、これいわゆる座席の往復運賃だけしか入ってないんです。LCC の場合はですね。で、ただし今回は特別にファンカテゴリーというサイトが設けられているそうで、名前のちょっと由来とかよくわからないんですけども、通常は有料のですね、手荷物、預け荷物がなんと無料なんです。20キロまで無料なんです。これはですね、LCC としては非常に大きな特典だと思います。で、さらにですね、これがちょっとこう、私としては おすすめであり、自分としても楽しみなんですけど、機内食も有料なんです。LCC の場合は。で、今回の熊本線に限りですよ。今回、熊本線に限り、ヤムチャセットが無料でついてきます。で、このヤムチャセットというのがもう普通のなんかこうビーフとかチキンとかいうよりもなんか美味しそうじゃないですか。これ写真がありますので一応見せます。これです。ちょっとちっちゃいですけど、なんか程よくですね、美味しそうで可愛らしくて楽しみな料理、機内食じゃないかと思っております。はい。で、これにですね、さらにミネラルウォーターがつきますので、機内でも快適に過ごせるんじゃないかと思います。11月16日就航、熊本発、ソウル、高雄に次ぐですね、3路線目香港、ぜひおすすめですので、ご予約、ウィルツアーとしてもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。